よし。ジャックと誰かから電話かかってきてるみたいだな。何？人の電話を聞きに行く。警察がこの電話を聞くわよ。あんたなんか怖くないわよ。34歳なんだ。やめて、あんた気持ち悪いわ。どこに住んでるか知ってんだよ。ドアもロックの開け方も知ってるし、誰なのあんたは。ニック、安全だと思うのか。うわぁ、あれか、脅しの電話か。誰だ。いいのよ、なんかおかしいやつよ。これロック大丈夫かな。声は聞いたことあるのか。エイデン大丈夫。あいつは中に入れるって言ってたじゃん。お前ロック調べてんじゃん。大丈夫、あなたの助けいらないわ。俺がこいつを見つけられる。エイデン、あんた変わってないじゃない。あんたの助けはいらない。あんたが直そうとするたびに悪くなるのよ状態は。もう行かないと。そうね。誰かに。俺がお前を追いかけてやるぜ。待ってろよみたいな。ここだ。動いてるな。あいつか。OK。追いかける。俺の家族が襲われるのが一番恐れてることなんだよ。あれ？はい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 。早いな。あー車で行った方が良かったかな。撃っていいのかな。いやー撃っ、オッケー。そして彼の番号を調べると、普通のおっさんじゃん。ビジネスオーナーだよ。そう、約束契約だな。そんなお金をくれるなんて、イカれた電話をかけるのに。ニッキーピアスでいいんだろ。ロックのことは言っとくよ。鍵のことも子供もな。なんか車で引かれてるし。誰かがこいつに払ってニッキーに電話するように言ったのか。誰がこんなことに金払うんだ。うわぁ、 CTO ハックスが必要だ。まだ直したとこです。わかった。この電話の場所を調べてもらえないか。最高のお客さんだからな、断れないよ。これはなんだ。俺の家族を脅迫してるやつだ。ループディストリクトから来てるな。それしかわかんねえな。 CTOS をループからハックできるわ。そうしたらそこから明確な場所が調べられる。ああ。You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. OK. この地図で見ると、この、これありますよね。こういうのはハックしていかないと、要は、この中で使えないんですよね。調査みたいなやつが。で、今、そのループディストリクトっていうところから電話があったんで、
まあ、それを調べなきゃいけねえと。まあ、結構広いな。で、そのループディストリクト、ディストリクトの中を調べられるように、こういうところ把握しに行かなきゃいけないと。いうことですね。とりあえずここ把握しに行くか。多分そういうことだと思うんだよな。なんか前回誰かがその仲間がそのタワーをハックしようとして失敗したと。そのせいでなんかセキュリティが強くなってるから気をつけろみたいなこと言ってましたね。なんかもっとこう武器を持ってたりとかタワーのセキュリティが気をつけないといけない。ここか。武器みたいの買いに行った方が良かったんかな。シティゲームズ、フォンゲームなんだろう。まあ、とりあえずちょっとコミュニケーションタワー行ってみましょう。なんかバットマンみてえだな。あ、登れないの。ここ。おお、なにこれ。怖い、なにこれ。入れないな。から入る。お？入れない。あれか。これ下げると、あ、下げてこのカメラをハックして。これか。これで外になんか、ああ電源が入ったのか。これで開くと、あれ違うな。あ、これか。あー、オッケー、上に行くと、そしてこれ開けたんだよね。あ、これか。 iPhone っぽいな。これで終わりですか、ここは。これで、あ、なんか出たってこと。ビジネス、クロージングストア、電車、ATM、シティホットスポット、なんだろうこれ。シティ、ま、シカゴの歴史を学ぶことができる。バッジとかギフトをもらえる。他のプレイヤーにギフトを置いていく。へぇ。いろいろあるね。ループなんとかどこ行けんだろう。うわ、てか、わ、めちゃくちゃ広いな。すげえ。でかい。メモリーズ、なんだこれ。エーデンピアスのメモリーを、記憶を呼び戻す。これだ。ここ行くか。まあここもでもまあ良かったですね。来てね。
ちょっとずつやっていかないと、なんかできることが限られてきちゃう。いっぱいいるな。このやっぱスポーツカーでしょ。おばさんが。よし。電話してる警察に。危ない。よし、警察来るんなら来い。でもその今までね、このゲームを、まあ、してきた感想ですけど、まあグラセフっすよね、まあ、ハックができるっていうとこだけですけど、違いは今のところね、もう完璧にグラセフっすね。ここでは CTOS 使えないからハックしなきゃいけないのか。でもグラセフよりも車の運転はしやすいのは確かですね。運転が確実にしやすいな。なやこれ、あ、うわ、モニターなってんだ、すごいな。なんかアイテム取れんのかと思っちゃった。おっと、警察が。おお、すげえ、橋が。あ、これはすごいな。拳銃屋に行きたいな。おっと、これ分かんない感じ。やべ、みんな来てんじゃん。あ、やばい。え、裏から。うわー、あ、俺バレてんのか。この場合はどうすればいいの。やっぱ逃げ切るしかないのかな。